はい、ということで皆さんこんにちは、パクセイレンです。本日やってきておりますのは阪神線尼崎駅、大阪梅田から電車で、まあ、10分はかからないぐらいのところにあり、非常に需要も大きい駅になっているんですが、今日はこれから大阪南の繁華街難波へ向かいます。この大阪から梅田へ行くのはね、非常に便利な特急とか直通特急がたくさん運転されているからいいんですが、一方で大阪南難波へ行くのは実は今から15年ほど前までそこまで便利ではないという状態が長く続いていました。しかし現在では大阪難波を通り抜け、さらにその先奈良県方面まで直通をしていく、そんな便利な電車が非常に多く設定されるようになり、このあたり阪神線沿線から大阪南へのアクセス性は大きく向上しました。この阪神と近鉄の直通運転ではよく快速急行という電車がね、クローズアップされることが多いんですが、ただ今回は快速急行ではなく、その2つ下の種別に相当する区間準急に乗車をしていきます。尼崎駅を時刻通り17時41分に出発、東洋駅始発ということで、そこまでお客さんは多くはありませんでした。この先この阪神電鉄の線路は2手分かれていきます。一方が大阪北の繁華街梅田へ続く阪神本線、そしてもう一つがこの列車が通ることになります大阪南難波への連絡線、阪神難波線です。今回ご紹介していくそんな阪神難波線、実はですね、この動画のタイトルにもある通り最強路線へと成り上がった、ね、かつての元最弱路線でもあります。まあ最弱路線が最強路線に成り上がった例としてはね、他にもまあいろいろ例はありますけれども、だいたいそういうのは新駅の開業とか、それから路線の延伸によってその路線の立ち位置が大きく変わり、地位が大幅に向上したり、また逆に地位が大幅に低下したりというパターンが大半です。でこの阪神難波線もそんなわけで、新線の開業によって大きくその地位を向上させた路線の一つなんですが、その地位の向上ぶりというのが、同じような境遇を辿ってきた他の路線の追随を許さないような、もうとんでもない下克上ぶりを発揮しているということで、今回はこの先大阪難波まで行きながら、この難波線の歴史について皆さんにご紹介していきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。さあ、ということで、尼崎を出発として最初の途中停車駅、大物に到着しました。この大物で本格的にこの画面の左側、大きく左カーブを描いている阪神本線梅田方面と阪神難波線大阪難波方面が、ここでいよいよ決別ということになります。まあ、運行系統上は一応尼崎で阪神本線と阪神難波線分かれるということになっているんですが、実際にはこの阪神尼崎から大物までの間は、まあ、実質的な複々線区間となっていて、阪神難波線の電車も阪神本線の列車も両方同時に走らせることができます。そして阪神本線が大きく左へカーブしていくのに対し、こちらは大きな右カーブを描き、そして大阪湾の湾岸部へとこれから南下していきます。この阪神難波線は最初阪神電鉄電報線として1924年、今からちょうど100年前に先ほど出発した阪神本線との分岐駅大物からこの先淀川を渡った電報駅までの間が開業しました。まあ、つまりこの大物から電報までの間が現在につながる阪神難波線のその礎の区間ということになります。さらにその後も延伸事業は続けられまして、1964年までに尼崎から西九条までの間が全通、またその頃には路線名も電報線から西大阪線に改められていました。西大阪線としての大阪側の起点駅は大阪環状線と接続する西九条駅でした。まあユニバーサルスタジオジャパンに行くときなんかは非常に便利に使うことができるんじゃないかなと思いますが、まあしかし便利に使えるのはまあせいぜいそれぐらいで、まあそこまで大阪の都心部にそのままね阪神本線みたいに突っ込んでいくというわけでもないですから、まあ、はっきり言って利便性が高いとは言いづらい。まあ、そのような路線となっており、利用客も伸び悩み、また列車本数も阪神本線ほどには多くないという時代が長く続きました。そんな大都会の中を寂しく走る阪神西大阪線に大きな転機が訪れたのが2009年。日本で一番の規模を誇る大鉄施設、近畿日本鉄道と阪神電鉄が手を組み、大阪難波を経由して、神戸方面と奈良方面を直通運転するということが発表されました。そして、その近鉄と阪神を結ぶために、阪神側で用意されたのが、この西大阪線の延伸。まあ、つまり、当時の終点だった西九条から、さらに東、難波方面線路を伸ばすということでした。本線が大阪梅田まで突っ込み、西大阪線が超中途半端な西九条とかいうところで打ち切りにさせられていた阪神にとって、まだ見ぬ未開の土地、難波への直通は、もう悲願と言って差し支えないような、もうそんな計画でした。まあ一応線路幅とかはね、近鉄と阪神で同じなものの、ただ車両規格とかはいろいろまあ異なっておりまして、そのあたりの調整も結構大変だったんじゃないかなというふうに思いますが、ただこうすることによって、阪神はまだ見ぬ未開の土地、難波へ列車をそのまま直通させることができるようになる上、また同時に、近鉄沿線から神戸方面への集客も見込めます。またこの集客に関しては、近鉄も全く同じで、
奈良方面阪神沿線から集客することができるようになるということで、当時近鉄が大阪側のターミナルとして構えていた近鉄難波駅を大阪難波駅に改称し、ついに2009年、この阪神西大阪線は阪神難波線に名前を変え、この先西九条から大阪難波までの間を延伸開業、近鉄と直通運転を開始し、現在のような運行形態になりました。もともとは全然お客さんが乗っていなくてガラガラだった大都会のローカル線が、もういつしかこのように他社との直通運転の連絡線として抜擢されるようになった、もうかなりの大躍進だと思うんですけどね。なかなかこういう風にもともとローカル線だったのが他社との直通路線として使われるっていうのは結構珍しいんじゃないかなという風に思いますけれども、どうでしょうか。列車はまた一つ駅に到着。阪神西大阪線、それから阪神難波線はね、こんな感じで結構新しめな駅が多い印象なんですが、この駅に関してもそんな感じの構造になっています。ただこれでも開業はもう1900年代の前半とか、もそんな感じですからね、本当にすごいですよ。次の停車駅はいよいよ西九条ということで出ています。でかつて1964年までに阪神西大阪線として開業していたのは次の西九条まで、そこから先は近鉄との直通運転に合わせて新しく開業した新線区間となります。またこの阪神難波線はこの先西九条からいよいよ地下区間ということになっているんですけれども、ただ西九条まではこういう風に当たり前のように地上区間を走行していきます。かつてこの駅がこの阪神西大阪線の終点であったということを示唆するかのように上下線の渡り線が現れました。でこの大きく右カーブをしている、なんかちょっとね、京成船橋駅味があるなと個人的に思うんですが、こちらがですね、この阪神難波線の西九条駅、もともと西大阪線として運営されていた時代は、この西九条までで、ここから先線路は繋がっておりませんよ、という感じの構造になっていたんですが、もう現在では、この西九条や難波を通して、近鉄と阪神を非常に簡単に行き来することができるようになり、まあ、かなりいい時代になったなというふうに感じます。ちょうど反対方面からやってきた、こちらは快速急行ですね。神戸三宮駅。近鉄線内では快速急行は赤い種別幕を出して運転されますが、阪神ではその赤を直通特急で大阪梅田から阪神山陽を経由して姫路まで向かう特急で使っているので、快速急行に青を当てがっています。この阪神の他にも快速急行を運転しているオーティシスは小田急や東武、西武などがありますが、ただ青っていうのはないですからね。まあ西武鉄道の場合は快速急行紫色の帯になっていますが、大体は快速急行というと赤とかオレンジとか、そういった種別の色で表示されるのが一般的です。でそんな西九条駅を出発して、ここから先がいよいよその難波線としての延伸区間になるわけですが、このように上下、そして、まあ下はないですけど、この左右がですね、このように大きなシェルターによって囲われています。なんだこれはと。まあ、ここでね、一旦こう大きな川を渡って行きはするんですが、ただこの川を渡るともう一度ここでシェルターの中へと入っていきます。ただシェルターとはいえ曇りガラスみたいな感じでね、こう半透明になっているので、外の明かりとか車のヘッドライトとかそういった明かりは普通に入ってきます。まあでも防音性能はかなり高いので、これは結構特に沿線の住民にとってはありがたい存在なんじゃないかなというふうに思います。このシェルターが設置されている理由はズバリ一つだけ、騒音対策です。まあ、こんな大阪の大都会のど真ん中にね、新しく鉄道なんて通したら、まあそりゃ騒音問題が発生するのはもう誰の目にも明らかですから、でそういった問題を少しでも小さくしようということで、阪神電鉄から最大限の思いやり、あのような防音シェルター、そして遮光シェルターを設置して、こう中で走っている電車の音とか、まあ、それから光がこう外に漏れていかないように、沿線に影響をもたらさないようにしっかりと工夫がなされているわけです。そんな西九条を出発して、ずっとシェルターの中を走行していると、いつの間にか地下トンネルの中に入ってきました。こちらがさらにお隣の停車駅、九条駅です。でこの九条から先はずっとですね、このまま近鉄線内に入っても地下トンネルの中を走行していきます。もう地上はビルやら住宅やらが立ち並びまくっていて、もうとてもこういう新しい鉄道を通せるようなスペースはないですからね。さあ今度はなんか壁がレンガ作りのようになっている駅にやってまいりました。でこちらはドーム前駅、あの有名な京セラドームの最寄り駅ということで、本来は設置予定ではなかったんですが、新しく追加で後から設置されることが決まりました。こんな感じでね、あのちょっとわかりますか、吹き抜け構造になっていて、個人的にはあの港未来駅を思い出しましたね。あれもこんな感じの吹き抜け構造です。さあということでドーム前も出発しまして、あと2駅ほどで今回の目的地大阪難波に到着します。こんな感じで大きくぐるーっと
構カーブを描いて線路が通されていますが、このトンネルの断面大きく絵を描いていることがわかるかと思います。こちらはシールド工法といって、シールドマシン、まあドリルをね、こう先端につけた機械を掘り進めつつ、その掘った後のところを、まあ、こう外壁を固めることによってトンネルを構成していく、まあ、そういう建設方法。他にも上からどんどん穴を掘って線路を作って、でまたそこを上から埋めていくという開削工法というのはあるんですが、ただこのあたりは駅周辺を除きシールド工法が採用されているのかなというふうに思います。列車が今度到着しましたのは阪神線内最後の途中停車駅桜川です。ここでのホームの端っこのところにね、乗務員さんが1名立っていらっしゃったのがわかるかなというふうに思いますが、実は桜川から大阪梅田まであともう一区間、失礼、大阪難波まであともう一区間、この電車は阪神線の区間を残してはいるんですけれども、ただ乗務員交代はここであります。つまり桜川から大阪難波までの間はここ阪神の区間なんですが、ただ乗務員、それから車内放送は全て近鉄の方が行うということになっています。阪神線内で近鉄のあのダンディーな車内放送を聞くってなかなか新鮮な体験ですけどね、この阪神難波線でしかできない貴重な経験だと思います。ではどうしてこのように大阪難波から桜川までの阪神線の区間も近鉄の乗務員が担当しているのかと言いますと、これは間もなく到着する大阪梅田駅じゃなかった大阪難波駅にその理由が隠されています。今正面に見えているこちらの駅が大阪難波駅なんですが、ご覧いただいて分かります通り、駅はたった2面3線これしかありません。とても日本最大の施設近鉄の大阪側のターミナルとは思えないような非常に質素な光景が広がっているわけですが、でこの大阪難波に到着した名古屋からの特急火の鳥や伊勢島方面からの特急伊勢島ライナー、特急島風などはこの駅でゆったり折り返し清掃とかしている場合には行かないわけですよね。後ろからどんどん列車が来るわけですから、難波止まりの特急が一本長々とホームをずっと潰し続けているという光景も、まあ、あまり好ましいものではありません。そのため名古屋や伊勢島など各方面からやってきたこの難波止まりの特急は、とりあえずお客さんを全員降ろした後大急ぎで天ヶ崎方面に派遣、さっきこの電車が発車したあの桜川駅のさらに天ヶ崎型にある引上線に入ります。そこであらかたの車内清掃などを済ませて、また回送列車として桜川駅の引上線からこの難波まで回送、お客さんを乗せて大急ぎで出発と、そのようなダイヤを組んでいます。こういった観点から、実は桜川まではねもう頻繁に近鉄の乗務員さんが入ってきますので、でも桜川で乗務員交代をして桜川から大阪難波までの間は本当はここ阪神の区間だけど、もうここも思い切って近鉄に担当してもらおうみたいな、実際どういうやり取りがあったのかは定かではありませんが、まあ大体こんな感じの流れで桜川から大阪難波までの間、阪神線区間を近鉄の乗務員が担当するという非常に厄介な状態が発生しているものと思います。ということで今回は最強路線になり上がった元最弱路線阪神難波線についてのご紹介でした。 JR や阪急ではめんどくさい難波と神戸方面の移動に非常に便利ですから、皆さんもぜひ使ってみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。